アントマイナス40、SB フィンランド空軍の SB ツポレフアントマイナス40、または、軍用名で知られるツポレフ SB、開発共同名、ゾギーマイナス40は、総発単用3人乗りの高速爆撃機である。初引っこは1934年。この機体の名称には、SB2M-100A のように、機種記号の後に、エンジン名が続き、2とは、 エンジンの数を表す。このため SB-2 という型があるとの誤解が生じたが、SB の機種記号を使った爆撃機は他にはない。機体の設計は非常に先進的であったが、洗練さには欠けており、搭乗員や整備員らをひどく老狽させ、ヨシフ・スターリンからは軍用機に些細なことは存在しない、と指摘された。 SB は1930年代後半の世界の爆撃機では、奇数の上で最も大きな地位を占め、ソビエト連邦で生産された、最初の近代的な応力外飛行像の航空機である。様々な方が、スペイン、中華民国、ノモンハン事件、フィンランドそして第二次世界大戦諸島1941年の対ナチスドイツ戦と広範囲にわたって活躍した。 また民間企業や練習機用副次的な任務用など多岐にわたり使用されている。スペイン内戦でほとんどの戦闘機を引き離すという良好な成績だったが、1941年までには旧式化した。1941年6月までに赤色空軍の爆撃機の94%が SB となっていた。1933年、 ソビエト空軍大臣は高速爆撃機の要求概要を提示した。この提案の研究は中央航空流大陸学研究所で1934年1月より始められた。SB はスポレフ設計局の A. アルハーンゲリスキー率いるチームにより設計開発された。ライトサイクローン、星型エンジン搭載型とイスパの水沢 I12、駅冷 V 型12機と搭載型の2種が計画された。ミマイナス3び DI マイナス8両航空機の設計で得られた技術は広く利用されていた。最初の2種のプロトタイプはアントマイナス40.1とアントマイナス40.2として設計された。サイクロン搭載の試作機は1934年10月7日に初飛行し、大型翼が 特徴のイスパノスイザ搭載機は、同年12月30日の飛行でより優れた、性能を示した。2番目のイスパノスイザ搭載機、アントマイナス400には、生産を考慮されたプロトタイプで、その性能は、印象的であった。それはしかしながら、初期の問題に悩まされており、セルゴールジョニキー税、工業人民委員の視察前に、試験要員が、 機体の欠陥を記載した張り紙でアンとマイナス400に覆ってしまうという事態を招いた。これらの張り紙を見たオルジョニキーゼはそれらの不足を検討するため、ツポレフをクレムリンの議会に呼び出した。この時ツポレフが表明した欠陥のほとんどは、些細なものばかりであった。これを聞いていたヨシフ・スターリンは次のように述べたとされる。軍用機に些細なことは存在しない。 1935年末、アントマイナス402の飛行試験プログラムが完了する前に SB と故障された最初の生産機が製造ラインに乗せられた。SB は1936年に本格的な生産に入り、モスクワの第22国営航空工場とイルクーツクの第125工場の2カ所の工場で1941年まで生産された。 フィンランド空軍の SB の整列製造において、流れ作業が修正の絶え間ない連続に悩まされたという事実にもかかわらず、1936年末までに約400機の SB が納品され、ソ連空軍の24個飛行中隊が新型爆撃機の完熟の過程にあった。スペイン内戦において非常に優れた性能を示したことから、SB は、 カチューシャの通称を得ることとなった。1937年、SB 爆撃機の供給及び現地製造権と、シュコダ M1936-75mm3 法の製造権引き換えを目的とする、ソビエトチェコスロバキア両政府間の協定が成立した。供給された SB と、後に、アビアビー -71 として、ライセンス生産されたバージョンは、基本的には、 SB2M-100A であったが、アビア製は、イスパノスイザ12、イドアーズエンジンを搭載していた。機種の連装主化ス機関銃と単装7.92、m、MM、m z b 3 0軽機関銃が、取り替えられ、背部と下部の銃座にも、同類の火器が装備された。60機の機体が1938年中頃までに、チェコスロバキアへ運ばれる予定であった。 ライセンス生産の計画予定は、ますます危険な政治状態にもかかわらず着実に進行していった。1939年3月15日、ドイツ軍がボヘミアモラビアを占領した時、チェコ製の機体は一機も届けられていなかった。モニの空軍博物館のツポレフ SBSB の開発は、スペインにおける初期の戦訓を反映した改良を受けて、 同時に継続された。パイロットたちを SB の飛行に転換するという問題に直面した際、練習機型の USB が1937年9月に製作された。また、機種銃の旋回に限界があり、正面からの攻撃に対してほとんど使用されないという機体不足の問題にも直面した。後の機体はより広い射角を持つよう変更された。 1940年からは、背面重座が、閉鎖型のターレットに取り替えられ、同時に、部重座も変更されている。SB の機体も、性能向上したエンジンの搭載により進歩していった。その最初は、クリームオフ M-100 搭載機であったが、これはすぐにより強力な、M、M-100A、そして1938年からは、さらに強力な、 M-103 に乾燥された。SB2M-103 のエンジン乾燥は、最初に M-100 搭載機の前面ラジエーターが引き起こされている間に、下部にラジエーターを下げた改良型エンジンの取り付けを行う。1937年9月2日、MURXAF は M-103 搭載の SB で、積載量 1000kg、12,246。 メートルの公認高度記録を飾った。彼は、早い時期に1枚2695メートルという非公式記録を作っていた。1939年までに旧式化した SB のさらなる性能向上の試みとして、SB の直接の代替機と専門の急降下爆撃機の2種の次世代バージョンの開発が認可された。SBMN または、 MMN として知られる水平爆撃機は、翼面が減少した新型の翼を持ち、より強力な、クリームオフ M-105 エンジンを搭載されている。性能は、スタンダード機よりも、わずかに優れていたが、それでも放棄されてしまった。SBR 系と呼称された急降下爆撃機は、MMN と類似していたが、こちらは、だいぶブレーキを装備していた。 試験は高結果を収め、AR-2 は生産に移るよう命じられた。SB はもはや航空機技術の最先端ではなかったが、当時2年間でほぼ4000機の増強を遂げた、ナチスドイツの脅威の高まりに対抗するため、ソ連は空軍力を増強しようと試み、1939年と1940年を通じて増産が続けられた。 SB の生産は1941年初頭から段階的に廃止され、ペトリャコーフポリエチレン -2 に置き換えられていった。モスクワから火山へ疎開した第22工場では計5695機が作られ、同時にイルクーツクの第125工場では1136機以上が作られた。3機のプロトタイプがツポレフ設計局で作られ、同時に チェコスロバキアのアエロ、ボドチョディとアビアでそれぞれ45機と66機が作られており、総計では6945機が製造された。SB は全金属製の単葉機で2機のクリームオフ M-112 機筒水冷エンジンを搭載し、固定ピッチの金属製2枚プロペラを駆動した。エンジンは垂直のサーモスタット制御の冷却シャッターに囲まれた。 ハニカム型フロントラジエーターのエンジンが装備された。初期の生産段階における M-100 エンジンは後に代替された。それは高度4000メートルにおいて時速423キロメートルの速度を発揮する着陸調整可能な三ピッチプロペラで駆動する改良型 M-100A である。1936年7月1日までに わずか54機の SB しかソビエト空軍へ届けられなかった一方で1936年7月17日のスペイン内戦勃発時にスペイン共和国派を支援するためにソ連から送られた軍事装備の最初の積み荷の中には新しいツポレフ爆撃機があったソ連はこの機材の輸送を取りやめなかったソ連貨物船 コムソモールに乗せられた31機の SB からなる第一軍は1936年10月にカルタヘナへ到着した。その初飛行任務は10月28日にセビリアの飛行場に対して4機の SB で爆撃を加えることであった。当初、SB は主にソビエト指揮下のソ連人義勇兵が登場し、スペイン共和国空軍のグループを12へ。 配備されていった。SB は反乱軍のフィアット CR-32 やハインケル HE-51 複用戦闘機をしのぐ速度を有しており、このため迎撃することが困難で、敵戦闘機にとっては高高度からの急降下が SB を迎撃する唯一の手段であった。1937年5月29日、2機の SB がドイツ軍艦ドイツチュラン島、 反乱軍巡洋艦、カナリアスと誤認して攻撃し、ドイツ水兵31人が死亡、83人以上が負傷した。6月から7月に31機の SBE による第2軍が送り届けられ、グループ12の戦力回復のための分配と、新部隊グループ24が創設された。より高速なメッサーシュミットボーイフレンド109が、 ドイツのコンドル軍団再装備のため配備されたことは SB がこれ以上反乱軍の戦闘機からスピードで逃れられないことを意味し損害は増加した1938年6月第3軍そして最後となる31機の SB が到着し損害が大きくなり続けたにもかかわらず作戦の続行が認められた1939年3月の 内戦終結までに73機の SB が失われ、そのうちの40機が敵攻撃によるものであった。19機の SB が反乱軍側に露飼され、爆撃機体が編成されていた。何機かが補修整備で、フランス製のイスパノスイザ12アイブズエンジンを再搭載したが、それは常に、 予備部品の不足に運用を左右されており、1943年4月の時点で飛行可能なものは3機だけであった。1943年12月にユンカース188が受領されてからというもの、残存する SB は1948年に退役して解体されるまで予備訓練飛行に使用された。1937年7月、 日中戦争が勃発した。1937年8月21日、ソビエト連邦は中ソ不可侵条約を締結。この協定の一環として、ソビエト義勇兵による登場という名目での完全な航空部隊の動員は、もちろんのこと、膨大な軍事物資を中国国民党へ供給した。 64機の SB の最初の引き渡しは1937年9月、10月に行われ、ソビエト義勇隊による軍事作戦は12月の洋子工場の日本船舶に対する攻撃から開始された。1938年2月23日、祖国防衛の日を祝すため、ソビエトの SB 隊は台湾の日本軍飛行場への長距離爆撃を遂行し、 地上の日本軍機40機を破壊したと声明している。60機以上の SB が1938年初頭までに中国へ届けられ、武漢の戦いで日本軍への攻撃に徴用された。坂井三郎の著書お空の侍には、基地が SB による空襲を受けた体験が記されている。戦闘を経るうちに SB が受けた損害は甚大で、 中国空軍の SB 部隊は一時的に戦闘から退くことを強いられた。中国上空で SB に乗るソビエト義勇隊は1939年にイリューシン DB-3 に機種転換し、彼らの SB は中国軍部隊に移転されたが、中国軍のそれら増強機材の使用は限定的なものであった。1941年にソ連は100機以上の SB を供給したが、その直前には、日ソ中立条約を締結していた。1942年から、中国の部隊にはより近代的なアメリカ製爆撃機が譲渡され、SB は、対日作戦の前線から次第に引き上げられていき、一部は、ロッキード・ハドソンや B-25 ・ミッチェルに置き換えられた。同年9月29日には、 気象飛行場を空襲した6機の SB ビスのうち1機が不時着して航空昇降が投降。日本軍に露隔された SB ビスはフッサ飛行場でテストされた。1945年の国境内戦再年から大京三軍に使用される以前には少数の SB がアヘン農場に対する作戦を含めた非戦闘に使用されるにとどまり、 1946年を最後に退役した。中国上空での義勇部隊による対日航空作戦だけでなく、SB は1938年7から8月のソ連満州国国境における超古本事件でも日本軍との戦闘に使用され、一気の SB が失われた。1939年5月、モンゴル東部ハルハ川で、 日ソ両軍艦の戦闘が勃発した。SB は5月の空戦には参加しなかったが、この時点でソビエト軍航空部隊は大きな損害を被ったため、SB の2個飛行連隊が6月にモンゴルへ動員され、6月26日に最初の飛行任務を行った。SB は7月初旬の日本軍の攻勢に対して徴用された。 ソ連軍の SB 連隊は初期型と後期型 SB の混成で機材の速度の違いは変態の維持に支障をきたし一方で日本軍の97式戦闘機体は SB の脆弱な防御を食やらすという熟練度を示した日本の戦闘機に対する損失を最小限に抑えるべくソ連軍は戦術を変更し SB は日本軍が 迎撃困難な高度6100メートル以上で飛行任務を行った。SB はゲオルギー重古不フ揮下のソ連モンゴル軍が1939年9月の停戦協定締結までの構成を成功させた時にも日本軍に対して使用され続けた。1939年11月、ソ連はフィンランドに対し数百機の SB を含む兵力を動員して 攻撃を加え、冬戦争として知られる戦いに入った。損害は甚大で、爆撃機編隊はたびたび護衛を受けず、低レベルの作戦を強制され、フィンランド軍の大空火機や戦闘機から攻撃を受けやすかった。1936年のスペインでは、SB は敵戦闘機をしのぐことができたが、この時には脆く貧弱な機材に過ぎなかった。SB は、 雪で覆われた飛行場からの作戦のためにスキーを取り付けられ、機体の速度は低下して、さらに攻撃されやすくなり、一方で、防寒服を着る、必要上、機重手の仕事は一層制限されて、厳しくなった。15週間の戦争の終わりまでに、少なくとも100機の SB が失われ、フィンランド側は200機近くの撃墜を主張している。 1941年6月、ドイツのソ連進行時、ポリエチレン -2 のようにより、近代的な航空機の再装備が始まっていたとはいえ、ソ連の作戦可能な爆撃機戦力の94%は SB を装備しており、1500機から2000機の SB がソ連西部の境界地区に展開していた。ドイツ空軍はバルバロッサ作戦を発動。 ソ連の主要な66の飛行場に対して、相互連携攻撃をかけ、進行初日に、ソ連軍の航空戦力の大半を地上あるいは空中で破壊した。初日の大虐殺を切り抜けた SB は地設に使用され、続け、多くがドイツ戦車に対する護衛なしの攻撃で浪費された。SB の比較的大型で防弾能力に欠けた作りは、 ドイツ軍の小型対空砲に弱く、一方で、ドイツ戦闘機体は大きな戦果を上げ続けた。SB は主に夜間に使用され続け、レニングラード防衛戦とモスクワの戦いでは、ドイツ軍砲兵を攻撃した。また、1941年12月までに、SB のほとんどが代替されるか失われたが、 北方のフィンランドに対しては1942年3月まで依然として大規模に使用された。SB は補給物資の投下やグライダー栄光、訓練というような非戦闘任務に使用され続け、極東では1945年まで残されていた。冬戦争では多数のソ連軍 SB がフィンランド領土に墜落、または富士着陸し、その多くを フィンランド軍はできる限り回収した。特に状態の良いものは、フィンランド空軍が使用するため、国立航空機工場へ送られて修理された。ソ連との継続戦争時までに5機の SB が修理されており、第6戦隊に配備使用され、対戦紹介任務で飛行した。これらの航空機は、ドイツから16機以上の SB を購入したことにより、補充された。 継続戦争の間にフィンランドは7機の SB を事故で喪失したが、戦闘による損失はなく、フィンランドの SB は3隻のソ連潜水艦と4000トンの商船1隻を撃沈したと主張している。1950年代のスターリンによる戦後一掃の結果、大祖国戦争を切り抜けた多くの SB が解体され、現存期はないものと思われた。しかしながら、 文献などの情報からロシアで不時着機が発見された。この機体は修復され、ロシアにあるも二の空軍博物館とも呼ばれる中央空軍博物館に展示されている。この機体は7000機弱作られたうち唯一現存する SB であるとされるが、1機のレプリカとも思えるものを含め他に3機の現存が確認されている。三面図出展 SB ザラディカルツポレフ初原性能武装、ありがとうございます。